さあ、空君からイヤ君へパス。イヤ君ドリブルで上がる。これはうまい。空君からパスを受けたイヤ君。マークに来た中里君を巧みなフェイントでかわしてパスを出しました。よし、この辺りの何か所のディフェンスも熱い。さあ、小野田君シュートが打てるか。あっと、小野田君シュートが打たない。スルー。何？これは空君へのスルーパスだ。ナイスアイディア、アウト中。よし、行け、カミソリシュート。さあ、ソーラ君シュート。ロイシャツ君ジャンプ。あと、ボールが回った。ロイシャツ君取れない。決まった。ゴール。先取点は東一中。ありました。ボールは大きく弧を描き、めぐるようにゴールネットに突き刺さりました。これが総楽君のカミソリシュートです。前半5分、V3 を目指す王者南葛が意外にも先取点を許してしまいました。